マスター、いつもの。えっと、すいません。申し訳ないんですけど、いつも何頼んでましたっけははは。<laughs> 何言ってんだよ。俺がここに来たのは初めてだよ。いや、なんでだよ。なんでそんな常連ずらしてこれるんだよ。あの、注文してもらっていいですかそうだな。カルーはミルク。アルコール抜きで。ただのミルクコーヒーじゃねえか。ここはバーだ。 客の欲しい飲み物を出す。俺がバーだろう。ならカフェ行けよ。ここは客の欲しい酒を提供する店なんだよ。酒、か。なあ、何のために酒なんか飲むんだ別に俺が飲んでるわけじゃないけど。まあそうだな。嫌なことを忘れたい時とか、酔いたい時とか、そんなことじゃないか。なら、俺にはいらないな。嫌なこととは正面から向き合う。 忘れたりしない。俺の娘のことも。何かあったんすか俺でよければ聞きますよ。本当か酒の席でくらいしか言えないことってありますからね。あんた、いいやつだな。で、何があったんですか娘が。娘が。俺と一緒に風呂に入りたくないって。普通じゃないか。それだけじゃない。 髪の色が俺と違うんだ。きっと、俺はタッランされたんだ。それ髪染めただけじゃないの。そんなわけない。娘はまだ大学生だぞ。大学生なら染めるだろう。むしろちょうどだよ。ちょうど染める時期だよ。えお前、大学生の娘と一緒に風呂入ろうとしてたのそりゃ断られるよ。なんで先月までは一緒だったのに。あ、娘をやべえんだな。飲まなきゃやってらんねえよ。 結局飲むのかよ。で、注文はカルーアミルク。アルコール抜きで。いや、なんでだよ。今、アルコール飲む流れだっただろ。マスター、男が一度決めたことを曲げちゃいけねえよ。雰囲気だけはいっちょ前なんだよな。はい、ミルクコーヒー。ありがとう、マスター。ところで、トイレは借りられるか。トイレトイレならそこにあるよ。いや、恥ずかしい話。 腹が弱くてな腹を下しやすい乳製品や刺激の強いコーヒー類は医者に止められてるんだじゃあなんで頼んだんだよ苦手ドストレートじゃねえか医者に止められても飲んじまうなんてことここではよくある話なんじゃないかそれ酒の話なあんたが飲んでんのは市販のパックコーヒーだからこんな安酒が今の俺にはお似合いだなだから酒じゃねえって マスターあっちの客にこれと同じの。それ嫌がらせってんだよ。あと、今お前しかいねえよ。俺しかいないってことは、マスター、あんたもしかしていや、客はお前しかいないって意味だよ。なあ、マスター。あんま話しかけんな。マスターはなんでこんな仕事をしてるんだああ、昔な。親に捨てられて、路頭に迷ってた時 この店のマスターが拾ってくれたんだよ。そのマスターの仕事の手伝いをしてたらいつの間にかこの仕事も悪くないなって思ってきてな。で気づいたら俺もマスターになってた。そうか。すまなかったな。いや、いいよ。今にしてみればどれもいい思い出だからな。いや、そうじゃない。えなんかしんみり話してたのに全く聞いてなくてすまなかったな。<laughs> 全く聞いてなかったのかよ。お前が聞いてきたんだぞ。 そんなことよりマスター。そんなことってお前。俺はそろそろタイムリミットみたいだ。えタイムリミットまさかあんたトイレ借りられるかいや腹壊してんじゃねえか。